避けるより正しい判断だったろう。いや、間違っていたのかもしれない。なぜなら彼女の体がとてもとてつもなく軽かったからだ。そう、彼女戦場ヶ原にはおよそ体重と呼べるものが全くと言っていいほどなかったのである。